ライン側右岸線は、ノルトラインベストファーレン州、トロイスドルフ市とヘッセン州ビースバーデン市を結ぶ鉄道路線である。この線は、ライン側の右の高岸で続く伏線鉄道で全区間は電化されている。コブレンツ都市圏の鉄道ネットワークライン側右岸線は、旅客運送では、ケルン中央駅からジーク線と貨物運送では、 ケロン軽く北駅からトロイスドルフ・ミュールハイム、シュペルドルフ線と連結されている。グレンベルク南の分岐点からトロイスドルフ駅までは6つの線路が構成される。ノイビードとニーダー・ラーンシュタインで列車が連結線を通じてライン側左岸線と接続し、コブレンツ中央駅に至るのが可能である。ラーンシュタインとリュデスハイムの間に2つのトンネルがあり、その中の1つが ローレライトンネルと知られている1844年ドイツ市長はすでにドイツ流でスハイムビースバーデン間鉄道建設を提案した。ノイビート市では鉄道建設の熱望があったがプロイセン政府は戦略的、経済的な理由で建設を保留した。一方ナッサー広告の内部には鉄道の経済的な利得が優勢であった。 ビースバーデン鉄道がナッサウラインウントラーン鉄道と解消され、1857年リューデスハイム、ビースバーデン間を開通した。資金事情のため、建設免許は取り消され、会社はナッサウクニー国有鉄道として国有化された。1862年本線はオーバーラーンシュタインまで建設された。1866年プロイセン王国がナッサ王国を併合した後、 ライン川地域の状況は完全に変わった。ライン地方鉄道会社はすぐ右岸線の延伸に関する許可を取った。本来の計画は延長線はジークブルクで接続することだった。しかしエミル・ランゲンが本線はメンデンを経由し、ジーク川を渡ってジーク線と接続するという計画を実現した。1871年本線はトロイスドルフまで延伸され、 全通になった。1959年から1961年まで、ローレライ及びロースシュタイントンネルの複線化のための拡張工事が実行された。既存のトンネルと別の単線トンネルが建設された。2002年末まで、ケルン・ラインマイン高速線の工事のためトロイスドルフ駅が改築された。 そしてケルントロイスドルフ間の一部分は高速列車走行のため改良された。2007年12月に電子式信号扱い所、右のラインの運営が開始された。2009年の年末年始の3週間と2010年夏季休暇の6週間、包括的な大工事がコブレンツ・ビースバーデン間で行われた。そのため旅客及び貨物運送が封鎖された。 ウンケル駅北側の貨物列車ボンボイエル駅シャケルンを出発する。ラインマイン方面 IC とアイス列車はほとんど、ライン川左岸線あるいはケルンラインマイン高速線を経由する。ライン川左岸線が封鎖される場合、遠距離列車は本線を経由する。その時ボンボイエル駅は、ボン中央駅の役割を果たす。本線の南側に IC 列車が季節限定で運行され、 アスマンハウゼン駅とリュデスハイム駅に停車する。ケルン・エンガース間は、ラインジーク運輸連合の運賃システムの適用区域である。ウンケルカウップ間は、ラインモゼル運輸連合の領域にあり、VRS の一部と重なっている。ローヒハウゼン・ビースバーデン間の運賃システムは、ラインマイン運輸連合に属しており、特にニーダーバルーフ・ビースバーデン区間は、 ラインナー運輸連合との共通区域である。ローレライ、ウントロスタイン、トンネルアーナイアート、アイゼンバーン、デビューインターナショナル、S306、ダイドイチェンアイゼンバントレッキンユニーラーエンビクレオン1835から1935、ベルリン 1935ND マインツ1984、S38F ハットフックス、 S182 ビースバーデンコブレンツ間の時刻表ドイツ鉄道の資料。C 難運とバス熱プレインリニーネースプレインツームダウンロダン。VRS で VRS 2021年5月31日閲覧。鉄道路線図はダウンロード可能。VRMC の熱プラン。 ベミフォーでバーキスバーバンドラインモーゼル GMBH2021 年5月31日閲覧。鉄道路線図はダウンロード可能。ネッツプレインヘルフィンバイデアオリンティエン RMV シーノネツプランツームヘレンターレイデン RMV でラインマインバーキスバーバンド2021年5月31日閲覧。鉄道路線図はダウンロード可能。 ウォーベンプラン、RNN インフォ、ライン、ナヘナバーキスバーバンド、2021年5月31日、閲覧、運賃区域クイ図表は、ダウンロード可能。ありがとうございます。